俺頭皮マッサージが死ぬほど好きなの。頭皮マッサージだから、あのさ、なんかクラゲみたいなさ、ドンキに売ってる金具のさ、なんかゾワってやるやつあるじゃん。ゾワって、上からゾワってするやつ。ヘッドスーパー、金具、金具って、いや出るだろうね。あー、これこれこれ、頭皮ゾクゾク快感、頭すっきりひんやり、ヘッドスパワイヤーメタルシャワーフォトフレーム用台紙セット。どういうこと？いや読み切ったら意味わからんかったけど、まあ、どういうこと？なんでそれフォトフレームと一緒にすんの？マジで意味わからん。いや、フォトフレームと一緒なの面白い。どうして？ちょっとマジで意味わからん。めちゃくちゃ面白い。これでこう、頭をこうするんよ。ああ、くすぐたい。うわあ。おー、ジャンプジャンプ、プション。これおもろいな。これさ、サブリミナルクイズやできるね。じゃあいくよ。今から、姿を表すものは何でしょう。いくよ。目を凝らしてみてね。いくよ。めちゃくちゃ難しい。めちゃくちゃ難しい。さあ、何でしょう。わかった人。早すぎだって。じゃあもう一回いくよ。はい、何でしょう。何でしょう。ああ、正解。正解は、そう、バッグクロージャーでした。すごい、バッグクロージャー知ってんのすごい。食パンの袋止めるやつ。じゃあ第2問ね。答えられるかな、果たして。さあ、これは何でしょう。いきますよ。一瞬ですよ。いくよ。はい。さあ、もう一回いくよ。もう一回いくよ。はい。なんでしょう。こちら正式名称で。いくよ、もう一回いくよ。これおもろいな。これか、これ正式名称わかる人いないんじゃない？あ、すごいすごいすごいすごすぎすごすぎ、天才集団ジーニアス。ちょっと、メンサ出たよ。メンサたち。私の名前はカルトンです。すごない？これカルトンって言うんだぜ。なんで知ってんの？変なやつ。いや、俺も知ってたんだけどさ。これ名前知らんでしょ、普通。何の役に立つのよ。え、最大正解してたの？え、最大正解してたの？え、正解してないでしょ。お釣りって言って、めちゃくちゃ小学生みたいな答えだけど、どこが正解やねん。カルトンだよ。クルトンじゃねえよ。お釣りってめちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いじゃん。可愛い。可愛い。見た目は、カンダタなのに。可愛い。筋肉すごいのに。正式名称って言ったんです。え、サイダーカルトンって言ったの？え、マジで？カルトンです。お釣りしか書いてねえぞ。お釣りとしか書いてないだろ。お釣りでもねえだろ。いや、いいんだよ。涙の数だけ強くなれるよ。ため息の数だけ大人になれるよ。めちゃくちゃ俺いじめじゃないだろ。ゆうちゃん、斉田さんに優しくしたくて。いやいやいや、こんな40過ぎてもゲーム一緒にやるぐらい仲いいんだから大丈夫だ。俺だってバンドやろうぜって言って誘ってんだから、バンドやろうってか、なんか面白いことやんねって言って、串屋物語に誘ったんだから。串屋行って、もう、たらふく、さあ、油もん食べてさ、やっぱ、この年になると食えねえな、ガハハっつって帰ったんだから。口の中めちゃくちゃ火傷して。それが俺たちの物語だよ。
シア物語だよ。だから後の千円札だから俺。最大が1万円札。あ、ルノワール行ったっけ？ちょっとルノワール記憶消されてるわ。え、ルノワール行った？マジで行ってる？ルノワール？クシア物語行ってから？クシア物語でひたすら自分たちで揚げたもう油だらけのやつ、イカ食いに行こうっつって。ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、意味わかんないんだけど。夢の話それ？今朝見た夢の話してる？え、イカ食いに行こうっつってルノワール行ったの？ちょっとわかんない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 、怖い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 、わかんないわかんないわかんない怖い怖い怖い。イカ食いに行こうっつって、カニ食べ行こうみたいな感じ。え、な、ちょ、全然意味わかんない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 怖い怖い怖い、わかんないわかんない怖い怖い怖い、わかんない、イカ食いに行こうと思って、イカ食いに行こうっつってルノワール行ったの、わかんない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 、しかも串屋物語行った後に口もズタズタになってんのに、やけどしてズタズタになってんのに、口の中ズタズタになってんのに、ちょっと、斉田君、詳しく LINE に送っといて。これはこうだよ。おめえ忘れてんなっつって。で、トイレだと思ったら会議室だったっていう話。もう怖すぎるわ。空のじゃないかよ。全然意味わかんないよ。お前、ストーリーテラーだよ。世にも奇妙な物語じゃないか。ちょっと、お前、電話してくんな。朝から電話してこなくていいよ。え、ちょっと待って、それ何それ言える話それ。マジわかんない。イカとかインゴとかだったら嫌なんだけど。いや、さ、会議室借りて、その奥でさ、奥で、イカ吸ったじゃん、みたいな。やめてよ、ほんとに。あのさ、串屋物語ってさ、で、次どこ行こうかっつって、西口だったから、新宿の。うん。で、バセさんがなんか、この辺でイカうめえとこあんだよ、つって。居酒屋で。ああ、行ったことないけど、そう。うん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 。そこ行こうっつってなんかわかんねえだか店がねえだかで。そう、ライカエジソンの方だよね。そうそう。まあ、ルノワールで行っかっつってルノワール行って。で、ルノワールの奥に貸し会議室があって。ある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 。で、こうなんで、ちょっとトイレ行ってくるわっつってそこ入っちゃったっていう話。会議室で、人らのとこにガチャって入って。誰が？俺。いや、知らねえよ、それ。お前あ、イカセンター、そうイカセンター新宿、ルノ、あ、斉田くんやっちゃった、ルノワール。あ、本当だ、一緒だよ、ルノワールの社長から。うん、すいません、申し訳ない。これこの度は私のあのあれですいませんでした。謝り慣れてなさすぎだろいや、それでいいんだよ。謝り慣れすぎてたらダメだよ。謝罪に慣れちゃダメだよ。そうだね、簡単に土下座するなよ、みんな。ということで、うん、まあ、お分かりいただけたであろうか。分かった。あそこは、だから、あれだよ。おたけだ橋通りのとこだよね、ルノアール。うん、そう、はい。あの、大久保の方に、新大久保の方に行く通りの西口のね。そう。うん。あそこあれなんだよ。パッと入ったら、トイレなのか、あの会議室なのか分かんないとこなんだけど。そう。あそこ分かんないよね。うん。会議やってたんだ。以上。はい。まあ、広げない。何かあったらまた電話して。ごきげんよう。頼むよ。頼んだよ。はい。うん、はい。はい。はい。さよなら。さよなら。はい。ご視聴ありがとうございました。うるせえな。勝手に終わらせんじゃないよ。本当にわけわかんねえわ。わけわかんなくない、ないわ。わけわかんないの俺だったわ。合ってたな。そんなことあったわ。イカセンター。今イカセンターあんのかな？なんかね、水槽にイカがいるんだよ。で、そのイカはもう水槽から出して、かっさばいて、そのまま食べるみたいな。あの辺、移り変わり激しいんだよね、新宿の、西口のさ、ほんとライカのすぐ近くよ。イカのさ、生のイカって、ジカって書いたんじゃん。いや、でもイカ可愛かったな。俺、オタルじゃない。オタル？あれ？あれ？つ、あれ？ちょっと待って。もうほんと、ど忘れした。ラキピ。函館。なんで函館出てなかった？来なかった？ほんとに。俺から函館奪ったのは誰だよ。ラッキーピエロ。ラッキーピエロ知ってる？ゴマシェイク最高だぜ。
函館、函館。ごめん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 。函館。まだある。美味しいですよね。透明で綺麗なイカ。いや、うまいのよ。マジでさ、イカってさ、イカって鮮度 100% だよな。あれ、刺身であんなうまくなんないよ。イカって、もうダメだ。俺腹減った。イカしか食べたくない。透明なイカしか食べたくない。まだこう、血が、なんかこう、斑点がこう、動いてるイカしか食べたくない。俺、このままで餓死する。終わった。人生終了。さよなら。ああ、イカしか食べたくない。俺もう許さないもん。イカ以外を摂取するのが。イカ受け付けない、今。その透明のイカしか受け付けない。声優の昨日の夜売り出して、朝になって 50% オフになってる、もうギリギリ、回収されそうな白いイカは食べれない。ごめん。でもわさびいっぱいつければ食べれる。顔が命。だから顔版みたいなとこあるからね。それは語弊がある。それはちょっと今言いすぎた。ふざけすぎた。ふざけすぎた季節の中で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。アレンジきつい。アレンジきつい。そのまま歌って名曲なんだから。名曲なんだからそのまま歌ってお願い。もう名曲なんだから最後のアレンジどうしたの、なんでそんなアレンジすんの。ねえ。CD で俺歌って。頼むから。会議始まってしまった。いや、会議でこれ流そう。会議で流そう。会議とかやるの？俺会議とか怖え。会議なんか出れねえ。俺会議で発言しないタイプだから。こんなうるさいのに会議になったらスン、壁見てるから。バンドミーティングはだからね、あのこう主となる人がこう喋って、今だとバンド配信の前とか後とかに結構長く話したりするんだけど、そういう時に基本的にはバルちゃんが先導して、ハヤトがその話をどんどん膨らまして、で、いい件言ってって、夏希が、鶴の一声で一撃で決まるようなことをバッと言って、夏希それいいねってなって終わる感じ。それを俺は傍観してる感じ。うん、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 あ、うん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 、あ、うん、うん、うん、って言ってる。うん、うん、って言ってる。そういうタイプ。夏希の鶴の一声多いからね。いや、すご、さすがっていうのあるよ。鋭い。みんなね、鋭い。頭がいいな。頭がいいよ。会議見せたいわ。会議見せたい。デュエルジェルの。デュエルジェルの生会議ライブしたい。あ、ここで、あ、もうポイントつけたい。あ、ここでバル君行った、つって。夏希、鶴の一声だ。おーっと、逆転。いやー、夏希さん、今日も強かったですね。いやー、やっぱり強いですね。最後の追い込みが、追い込みが強いですね、つって。最後一気に抜いてきましたね、つって。いやー、ゆうや選手、呆然とゲートで立ち尽くしてます。おい、うなずいてるぞ、人一倍。人一倍うなずいとるんよ、俺は。だってさ、正しいというかさ、素晴らしい意見が多いから。それしょうがないよ。やっぱでも、ガチですごいなと思う、みんな。いや、俺もそんな、ちょっと言いすぎたけど、まあでも俺結構そうかも、でも。結構ね、聞いてる。で、聞いててなんか不備があったり、なんか突っ込みどこがあったりしたら突っ込むんだけど、今もうさ、もうこんだけバンド長くやってきて、あんまりね、そう突っ込みどころない。で、ひらめきの部分で、夏希がバッと、あ、それいいじゃんっていう。でも基本はバルちゃんがすごい、バッともほぼ決めて、それ面白いって言って、俺すげえもう感情があらわになって、すごいすごいっていう時あるもん、バルちゃんに。すごっすごっってなる。バルちゃんはすごい。四五出来かつすごい。ちょっと俺語彙力が低くてすごいしか出てこないけど、ごめんね。しゅんちゃんはね、やっぱね、うわ、バルちゃん聞いてる。ちょっとバルちゃんにだけ特別なお茶枠のお礼返そう。もう
俺バルちゃんありがとう。ちょっと待って、なんで100じゃないの、なんで100じゃないのじゃそうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないんよ、そうじゃない、こんなこと言ったら100送ってくるから、バルちゃんやめてやめて、これはね50、俺はもうちょっといやちょっとこれはね本当会議マジでそうだよね。でもね会議は俺はあのね企画の時はね結構ね傍観してるかもしれないありがとう、まーちゃんすいません、すいません、そんな聞いてくれてる、聞いてくれてる、聞いてくれてるよ。いや結構そうね、夏樹の一声あるよね。で隼人もすごいジーニアスよ。でしゅんちゃんは結構その会議についてのこう口出しとか、口出しというかこう意見は特にみんなに賛同って感じ。俺ギター隊は割とそういう感じで、しゅんちゃんはでも音楽の部分を担ってるからだからいいのよ。俺はだからうなずいてるから人一倍もう首ガクガクなるもんね。あれ昨日ライブなかったのになっていうぐらい首もう首ムチムチになるぐらい、もうムチムチになるぐらい、まあそれは食べ過ぎなんだけど、ムチムチになるぐらいうなずいてるよ。でも正しいことじゃないと俺だってね、ムムムって顔するよ、ムムムって顔するだけ、ムムムって顔するだけなの。いやだからそこはさ、やっぱりさ、ディベート力だったり、俺さ言葉がさ、俺帰国子女なんだよ、みんな知らない人ごめんね。もともとさイギリスだからさ、そうだからこの日本英語で言うんだったらパッてわかるんだけど、あの日本語に変換の時間があるんだよね。それがあのちょっと時間かかるってなんか誰か言ってた、そんなこと。うん、それわかる人いるかな、帰国子女、ね、帰国子女の子女ってなんで女って女子の女が入んの。めめめ楽天カードすぐ作れますよ。え、バルちゃんも言ってた、帰国子女の。嘘でしょ。いやいやいや、バルちゃんと俺一緒なのよ。でもなんかなんか似てる似てるって、そのさ似てて被るとこが、被るとこっていうか同じように思うことが結構あるんだけどさ、あまりに上位互換すぎない仕事できたりさ、やれること俺より多すぎん待って、嫌なんだけど。俺帰国女子だよ。あ、帰国子女だよ。帰国子女じゃない、ごめん、嘘、ごめんね。帰国子女に憧れてる41歳。もうちょっとで。40歳。帰国子女ってかっこいいよね。あのさ、帰国子女のボーカルの人多いじゃん。英語ペラペラの。さ、憧れるよ、やっぱり。あとさ、俺さ、笑い方が下手じゃん。笑い方がさ、違和感じゃん。やっぱりさ、アメリカに何年も住んでたらもっと上手に笑えるのかもって思うよね。もっとスマイリーなのかも、スマイリーゆうやなのかもって思うよ。俺の笑い方なんかさ、こわばってんじゃん。男梅みたいじゃない？ちょっと二度と言わないでくれる？二度と言わんでくれる？今男梅の CM のさ、男梅やばくない？腕も男梅みたいになってんだけど、ボッコボコの。めっちゃ怖いんだけど。めっちゃ強いんだけど腕相撲。ゆうちゃん腕相撲強い。そうなのよ。俺腕相撲だけは強いのよ。俺バルちゃんに勝てるの腕相撲とギターぐらいじゃないかな。てか、デュエルのメンバーに勝てんの。あと体重。おい、自虐が過ぎるぞ。お前だっていいとこいっぱいあるのに。俺が今自分にお茶爆してあげたい。別赤からお茶爆しようかな、めちゃくちゃ。ありがとうありがとうって言おうかな。体重で絶対負けないよ。負けるわけがない。体重勝ち負けだよ。だってこんなにさ大きくなれないんだから、みんな身長と同じだぜ。じゃあ身長高くなれるって話だよ、努力で。体重だってこれは才能だからさ。でもその割に動けるから、あの芋洗い坂係長みたいな感じだから。ライブ見てみ、家でのライブなんかもう全然だよ。ドタバタしたら、あの、ピンポン来るから。ゆうやさん太ってるね。ちょっと配信、ちょっと、なんかで、ちょっと文字化けしてる。ちょっと文字化けしてる。
俺加齢臭ないと思うんだよね。いや知らんけど、俺だけかもしれんけど、加齢臭あったらマジメンバーに言ってほしいわ。いやメンバーに言ってほしい、マジでマジメンバーにもしっかり言ってほしい。加齢臭してたら今んところメンバーは加齢臭ないな。え、ちょっと待って、バルちゃん今お茶送るとちょっと違うから、今お茶送ると違うから、ちょっと待って、消毒感あるから、バルちゃんバルちゃんバルちゃん違う、これ今違う、今違う、今のお茶すごい誤解になっちゃう、ここお茶違う、お茶で洗うみたいになってる、今臭いからお茶で洗うみたいになってる。ねえ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 、ちょっと違うなこれ、ちょっと違う違う、ちょっと止めて、ちょっと止めて、ねえねえねえ、ちょっとバルちゃんバンするね、ちょバンするバルちゃんバンするわ、ごめんバルちゃんバンするちょっと待って、ちょっと待って、カレー臭してるんだったら言ってて、お茶めっちゃくれるの絶対おかしいって、いや絶対おかしいって、カテキンでどうにかならんて、殺菌剤でどうにかならんて、発売じゃないんだおい、スジャータやめろ、サイダくんやめて、ちょっと待って、めちゃくちゃお茶くれるやん、お茶くれるじゃん、遠回しだよねこれ、遠回しないよ、ちょっと待って やめてこれすごい、マジでちょっと待って、ちょっとマジで耳の後ろ嗅いでほしい、耳の後ろにそっとキスしてほしい、ちょっと次バルちゃんちょっとあったら耳の後ろにそっとキスして、そっと吐息混じりのキスをして、でグレッチでぶって、俺をグレッチでぶって、濃いめのお茶かけてくれ俺に、殺菌作用のある、いやーこれは怖い、これは怖い、こればっかりはマナーとして加齢臭、いや俺さ鼻毛出てますアプリあんの知ってる、匿名で鼻毛出てますよって送れるの知ってる、メールかなんかで昔あったんだよ、匿名で送れんの、これさ画期的なんだよ、鼻毛出てるってもあのさ言えないじゃん、鼻毛出てますよ、あ鼻ちょっと鏡見ました、なんかついてますよみたいなさ、すげえなんかそれでさ鼻毛が出てたらさ、お前鼻毛って言えやってなるじゃん、まあ、女子って鼻毛出ないかあんまり、それアプリっていうかなんかねサイトかな、匿名でメール飛ばせるみたいな、あのブラジリアンワックスみたいなやつやってみ、ブラジリアンワックスみたいなやつ、ゴッソってやつやってみ、ゴッソやるとすごいよ、ゴッソやると毎回俺体調崩す、ガードがなくなって、ガードダラーンなって、もうガード下がってる下がってるっつってウイルスガンガン入ってくる、ただめちゃくちゃ爽快感、鼻毛全然なくなる絶対やった方がいいって、やってみ、やってそれ送って DM で、見ないけど、いや体調崩すんだよ、なんかね鼻風みたいに引くの、要はフィルターゼロになるわけじゃん、空気清浄機のフィルターなしみたいな状態だからさ、春は風強いから鼻毛なし、つらさ鼻毛なし鼻毛なしなんで鼻毛なしって初めて聞いたけど、そうなんだけど、鼻毛なしでいきますいやちょっと待って、マジで加齢臭ちょっと気になるな、いやー加齢臭気になる、ちょっと加齢臭したら分かるアプリもうちょっと開発しようかな、俺がめちゃくちゃバチクソ広告つけてさ、今朝やったさ、これこの広告つけてさこれなんか胸毛出てんだから、この広告つけてやろうかな、うわもうあで、うん、眉毛も剃ったしバッチリよ、メイクもしたし靴も綺麗に、あなたあったら目、左目から血が出てドーン、どっから直せばいいね、直すことできんだよこれ、何が正解なのこれマジで、何が正解なの、どうしたら彼女は報われるの、めちゃくちゃ興味あったのよな、これダウンロードして普通にやったらパズルゲームなんだってよ、こっちのゲーム出せっつーの、マジで胸毛剃らないのめっちゃおもろいわ、なんで目から死んでたか分かんないよね、いろんなさ、いろんなこと考えられる、このバラのトゲがとか思ったね俺一瞬、そんなことないね、なんで左目いきなりさやられちゃったわけ、これマジで謎なんだけど、どうして左目なんで助けて誰か教えて、あもうほらこの時点で会った瞬間だもん、
出会いは突然、会った瞬間、ほら、ここ今、この時点では大丈夫なんだよ。この時点では大丈夫なんだよ。まだ、ほら、まだちょっと、なんか熱っぽいけど、あ、やっと素敵な大好きな彼氏に会えるの状態なんよ。で、その次のコマ見て、まだ大丈夫、まだ大丈夫。で、会った途端に、うわ、もう左、あ、いやー、やっちゃった。あ、左目が。花粉じゃねえ、これ。これ花粉じゃねえの。ねえ、これ花粉だよ、これの。この赤い、赤い花の。これ花粉だべ。うわ、もう出た。出た。やっば。何色だよ。おめえの血は何色だよ。やばすぎんだろ、これ。これも、でも、彼氏もまだ気づいてないから。彼氏まだ気づいてないから。ちょっと、え?左、何かしらのアナフィラキシーかも。何かしらのアナフィラキシーショック起きてるよな、これ。で、ほら、びっくりしてる。びっくりしてる。びっくりした。びっくりした。ああ、もう、ほら、もう、すごい。残影剣。残影剣。ああ、逃げた。うーわ、怖っ。どんなバッドエンド、これ。えぐ。怖すぎでしょ、この物語。マジ、この物語で曲書こうかな、俺。歌詞。これに触発されて書いたって。怖すぎだろ。てかもうこの時点で怖すぎだろ。なんなんだよ、これ。もうやめよう。もう怖い。本当に怖いよ。何の話したっけ?いや、ほんと、加齢臭怖いわ。加齢臭してたら言ってね、最善。あの、ビニールシートをしてるけど、加齢臭ちょっとしましたって言ったら、もうぜひ言ってね。LINE でこっそり教えて。別赤から。別赤から送ってや。それは俺、傷つくから。頼むぜ。いや、怖い。いや、でもわかんねえ。もうしょうがないよね。これだよ。天竜源一郎です。これもちょっとジャイアンの声の出し方と一緒な。おい、天竜源一郎です。腹減ったな、切るわ。あ、ピンポン来た。ちょっとピンポン来た。ピンポン来たから、ちょっとあれ、多分アマゾンだから切るわ。ありがとうね、みんな。ちょっとアマゾン出るから切るわ。置き配にしてるんだけどな。じゃあね。ありがとう、朝配信。またね。今日もゲームやめよ。さっきまで死のうでやってたんだわ。さっきまで死のうでやってたんだわ。じゃあね。みんなバイバイ。ありがとうね。お肉もありがとう。おやすみ。おやすみ。俺はおやすみします。おやすみ。ちょっともうアマゾンいないかもしれない。いないかもしれない。でもしょうがない。おやすみ。じゃあね。バイバイ。ありがとう。ありがとう。お肉ありがとう。お肉ありがとう。嬉しい。嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。じゃあねー。